おはようございます。あ、ちょっと待ってね。あ、ヨウム伊藤くんからね、昨日ね、LINE 来たよ。あの人なんであれなのかな？おすすめ規制かかったんだもん。あいつもさ、ね。そんなさ、おすすめ規制の理由をさ、ね、私たちを知らされないってことを知ってるのにわざわざ私に連絡してくんだよ。ね、そういうさ、連絡をさ、する口実を探してるよね。なんかさ、悪いことしてるわけじゃないんだけど、なんか変な感じだよねっていうの。堂々と連絡してくれればいいのにね、そんなわざわざそういうことで連絡してくんじゃなくて。ねえ、なんか嫌じゃない？こっちとしてもさ。こっちは何とも思ってないんだから、別に付き合ってもね。彼女できても別に変わらないし。それなんかあっちがね、変わっちゃったって感じのね、扱いがね。普通に会いたいとかね、連絡取ってくればいいのに、彼女できてもね。そうだよ。だってあたしとね、ポロポンの時もそうだったじゃん。ね、ガンガンさ、あっちをさ、関わってきたでしょ？ね、ディスったりとかさ。それが怖いのか？ディスり返しされんのが。そんだけいい女なのか？お前の女は。養分くん？小峠くん？あたしに、やられ返されるのが嫌なのか？ん？どうなんだ？どうなんだ？やっちゃうよ。煽ってる。だって散々ポルクソだのなんだのってさ、うちの彼氏をさ、いじめたやないの。そりゃそうだよ。そういう自分の彼女はね、囲ってね、守ってね、大事にしてんのおかしくない？もっとガンガン配信出せよって感じだよ。いただきまーす。うん、やっぱ薄い。やっぱ100、これ100じゃないんじゃない？もうちょい少なくてもいいかもね。どんな味？なんかフルーティーな。なんていうのかな？グレープフルーツみたいな。匂いも、なんかフルーティーな感じ。草の味とか、ああいう、なんつうのかな。なんか苦いとかさ、そういうの全くないよね。うん。普通の、青汁が苦手な人は飲めると思うよ。私はほら、あんまり、なんつうのかな。苦いのとかまずいの結構好きだからさ。ね、そういうの。体に悪そうな食べ物とか好きだし。そう。うん。ナーボーが10万もらったって話してる。みんなイベントの時と一緒よ。ね、焦ってんじゃないですか、あちらは。こんな朝につけちゃって。ね、夜は、夜はおサボりしちゃって、なぜか朝つけちゃってさ、焦ってんじゃないの？私に合わせて。夜の定時配信はどこ行っちゃったのかな？ナーボーくん、ナオキくん、定時配信をね、サボってまで朝つけちゃって焦ってんのかな？ん？仲間が欲しいって感じ？でも仲間じゃないからね、敵だから！10万円もらいましたよ。私が10万円もらいました。うん。甘ギフをね、500円を3人にあげるとかね。え？甘ギフを。うん、ケチじゃない。500円もらえるんだったらよくない？そこがみんな逆にケチだよね。
500円もらってありがたいと思いなさいよ。バカ言ってんじゃねえ。ただで500円もらえるんだからな。ねえ。大変じゃん。500円稼ぐのどんだけ大変なのよ。あ？忘れたのか？お金を稼ぐこと。500円でもお金ですよ。ね？汗水垂らして働いたお金でしょ？ 500 円つうの。ね？ 500 円で泣く子、泣く時が絶対に来るみんなだってね。今は安定してるけど、500円で泣く時も来るんだよ。ん？ 1 円でも10円でも。ね？もらえる時もらっとかないと。なんかよし。ねえ、一ヶ月で私はね、10キロ痩せるかな。覚えとけ。男っぽいとか言ってる人はね、男でこんな綺麗な人がいるかい？ん？こんなジェネレーションを作れる男がいるかい？みんなの美の伝道師で、毎日毎日ね、美を伝えられる人いますか？世の中の男じゃできないよね。ねえ、私が綺麗になって、また彼氏できるのが羨ましいのかな？こういう、またみんな奪われちゃうとか、もう見ませんとかね、サポーター辞めますとか言い始めるのかな？あの時みたいに。いつものナナちゃんじゃないって、ナナちゃんが戻ってこないって、戻ってきてみたいなさ。綺麗なナナちゃんは嫌いです、みたいな。これでね、10キロ痩せたら大変だよ、マジで。私が。ねえ、みんなサポーターが3000人ぐらいいなくなるからね。それ覚悟でダイエットするんだから。ほんとだよ。ねえ、3000人ぐらいいなくなるからね、私が痩せたら。また。いや、ショックを受けると思うよ。寝込んじゃう人もいるよ。アプリ消しちゃう人もいるよ。私のせいでね。ほら、どう？だいぶ綺麗になってきたでしょ？おはようございます。シーンって感じ。熱っ。うわー。英雄ボーイ美味しそう。お尻プリってなってる。ロケット。よいしょ！頑張って！今日も一日頑張ろう！お兄さん。あいしょ、あいしょ。あいしょ、あいしょ。あいしょ、背筋を伸ばして、よっしょ！よいしょ。あいしょ、あいしょ。もうまっすぐ、あいしょ。手を振って。あいしょ、あいしょ、あいしょ、あいしょ。え？え？ただ飯を抜いてるだけじゃ痩せないんだよ。運動しないと。ね、家にいるだけじゃ。私今37分歩いてるからね。座ってるだけじゃ脂肪は燃焼しない。体を動かさなきゃ痩せないのよ。負けない私とあなたの領域展開。10枚、10枚いってきます。10枚、6800円。
域展開。キョコンザーメン。いいよ。せーの。あ、こっちだ。あ？なにこれ。衣装、アクリルスタンド。くー。領域が足んないぜ。見逃ししまったかな。次は負けない。特級呪物を使う。特級呪物シャクラ。それ チョコノッコ、ん？フィギュアって書いてあるよ。フィギュア、これ当たりじゃない？状況が怪しくなってきた。状況が怪しくなってきた。せい！ラバーストラップ。これ当たり入ってんのかな。これじゃない。こっちで当たりは見えた。来ましたよ特賞が。せい！ちょこっと、もう嫌なんだけど、もうお金の無駄だよね、マジでね、これね。全然来ないの、A も B も C も。せい！もう一気に行く、一気に。パッパッパって行こう。パッパッパってね。せい！初めて出たね、F を。クリアファイルセット。インド、カミムシ、カンザ、キンジョ、ゴンゾジン、アイショウ、ファンゼ、カンザン、セイソン、アンジ、クンズ、アン、アン！あと2枚なら6800円がもうなくなっちゃった。もうマジ。あ、でもこっち B なような気がする。ノバラ。見えた。これなんか B っぽい、マジで。B。B が出れば当たり。せい！戦いも終わりだな、そろそろ。平和が戻って。最後の、この幸福にかけてみよう。人類が幸せになれればいい。僕はそう願っている。領域撤回。顎の下のヒゲ。
出た最後に。え？ノーバラン。来た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 。よかった。よかった本当に。6000円で。使ってない今回嬉しいんだけどめっちゃ6000円で当たったノーバラちゃん。いや今日3万ぐらい使うかなと思ってたんだけど、やったもうこれでコンプリートだろ。全てを捕まえた、コンプリート。間違ってしまった計算が運命という計算を失敗してしまった。こんなに複雑だとは思わなかった。8枚買ってきちゃった。これで先生が当たればいいんだ。五条先生がマジで、五条先生私結構好きだから。領域展開過剰摂取。でもねこれがねビンビン来るんですよ先生からしたら。これがぽいよね。これビンビン来ちゃうんだよ。すごいねオーラが違うの。青色なの。こっちは赤なんだけどこっちは青なんだよ。おせーろ、やっぱり青だ。強くなれる理由を知った僕は連れてて進め。主人公が来ました。英書特賞が来ました。やばい2個目寝ちゃったよ。領域展開トコジラミ。あびっくりした。領域展開ポッター。領域展開瞬速剥がし。イケメンだね。いいじゃん。躍動感あるね。かっこいいね。
あら、野原ちゃんはそのまんま刺すんだね、これ。ほら。いいね。お昼ご飯こちら、マイセンのとんかつです。とんかつサンド美味しそうでしょ。と、唐揚げくん、チーズ、いただきます。でも来年からあれだよ、パンは高くなるからね、 20% 上げかな。いただきます。あちらからありがとう。やっぱとんかつサンドって言ったら私はマイセンのイメージなんでね、もうここのとんかつサンドが一番だと思う。あ、ソースが苦手、この甘いソース。いや、ここにとんかつソースベーってかけてもいいんだよ、味が合わない人、マヨネーズかけた。こちらお値段なんと420円。からしとかつけてもいいよね、中に。こういう感じ、これうまいだろ。あーでもなんか安い味になっちゃった。美味しいけど上品さがなくなっちゃったね。うん、なんか安っちくなっちゃった。で、唐揚げくんのなんかこの味食べたことないんだけど、なんかねベーコン入りチーズみたいな、これから揚げくんはね、ダイエットでいいんだよね。そうなの、めちゃくちゃいいんだよこれ。これとサラダだけでいいんだよ本当に。唐揚げくんダイエットって流行ったよね、一番。糖質ダイエットしてる人はね、結構いいんだもん。分厚い。めっちゃうま。来週の料理配信、カツサンド作ろうかな。久しぶりに。痩せる気ないって、だってこれで最後だよ、今日ご飯は。朝、青汁飲んで、これでもうご飯終わり、今日は。夜は食べない。無理だよって。何？夜なしだよ。食べんなってウーバーイーツも隠しそうだ。全然今日はこれで足りるんじゃないの、カロリー。嘘ついてない。なんで嘘つかなきゃ。痛いもん、口内炎が。ほら。
ダブルでできる。私大体口内炎できるときは2つ同時にできるんだよ。1個だけできることないのよ。だからもうめっちゃなんか今栄養分が偏ってんだんで、この間物もらいになったでしょ。今喉腫れてるし口内炎もできてると、やっぱなんかビタミンとかそういうのが足りないんだよね。でこれが唐揚げくんのね、濃いチーズベーコン。あーめっちゃベーコンチーズの匂いする。うーんベーコン入ってる思いっきり、なんか鶏肉の中にベーコンが入ってるって不思議な感じね。ね、美味しい。なんかあれみたいよね、ベーコンの上にスライスチーズを乗せて、さらになんか鶏を乗せた感じ。食レポでさ、そのまんまだよ。そういう味がする。そのまんまをイメージしてみて、そのまんま。あ、だからマックみたいな味、マックっぽいね。わかりやすく言うとマック。うん、マックとかでありそうな味。これでケチャップつけたらマックだよ。マスタードとね、クロスと、うん、投げてくれないからね、みんな。無料を投げてって言ってる、投げてこんなにも。もう5万円 P なんてランキングにも入んないです、県外です。うん、先週はね3位とかで入ってた。にぎやかだとポイントが高いな、盛り上がってるとな。あ、投げてくれた人ありがとう。あ、うちらくもセンキュー。あ、これマヨネーズつけた方が美味しそうね、絶対に。この味的に絶対マヨだと思うよ。あ、うちらくセンキュー、ありがとう。うん、マヨネーズって何にかけてもうまいね。合う。マヨネーズ太るとか言ってる人は嘘だから、騙されてるから。ん？ケチャップの方が太るから、マヨより。ケチャップの方がカロリー高いんだからな。ダイエットしてるけど、だって今日歩いたからいいよね、こんな。今日これでご飯終わりだもん。一日分終了。一食で。今日は食べない、夜も。
明日の朝まで我慢、青汁まで。